生を送っていただくことがお釈迦様の願い、またかけるくんの、ね、気持ちで今いらっしゃるのかなと、想像いたしますけれども、宗教離れというところは間違いなく根底にあると思います。まあ、その中で今現代インターネットというものが浸透していって、なおかつ情報がまあどこにいても取得できるような時代になりましたので、まあ、そのお客様というものはスマホ等を使ってすぐに調べられるというところから需要が出てきていると思ってます。ということはもうこれから仕方がないことなのかもしれないと思う一方、それだけずっと長い間その同じ今のこのままで状況でいいとは言えないと思いますね。お寺もお坊様も変わらなきゃいけないのかなと。でもやはりでも根本はやはり忘れちゃいけないのかなというのもありますけど、することについてですね、まあ、仏教界あるいは皆様が喜んでいただければそれでいいんじゃないかなと思いますね。きっかけがもしかしたらそこだったのかもしれませんけども、それで喜んでいただく方、それで仏教と触れ合うことができたという方がいらっしゃれば、それはいいんじゃないかなというふうに思います。はい、一番、はい、いろいろ基本的にちょっと急だったもんですから、いろんな費用の都合とかそういうのを考えて、で民礼部さんにちょっとお電話をしたんですね。それでまあその時点でいろいろと手配していただくのもすごく早かったので、まあ、こちらとしてはもうじゃあ全て民礼部さんの方にお願いしようかなと思ってで選ばせてもらいました。はい、まあ、従来であるお布施というものが気持ちいいというところが非常に大きかったので、まあ、やはりお客様としてはなかなか分かりづらい部分があったと。そこを我々が透明化することによって安心感を得られるというところを提供させていただいていると思っています。